下り線より駅を見る下り線より入線ホーム、春日町城駅は、静岡県静岡市青井区すが2丁目にある、静岡鉄道静岡清水線の駅である。駅番号は、S04。島式ホーム一面二線の地上駅で、駅舎も、ホーム幅分しかない。駅の出入り口は、踏切の中央にある。駅の湯月駅よりには、非常用の上下渡り線があり。 ポイントがあることから停車場扱いとなっている。2011年10月1日のダイヤ改正より、使用が開始された方向幕には新たに、春日町の行き先も追加された。トイレは、ホーム新静岡寄りにある、男女共用の推薦式。静岡市統計所によれば、2018年度の1日平均乗車人員は899人、降車人員は942人であった。 この上降人員数は、静岡清水線全15駅中12番目である。なお、同統計によれば、近年の上降人員は、以下の通りである。1980年5月3日、住居表示により、春日町2丁目から海場町目がつかない青い区、春日町は、清水公園北側の別の町であり、おと町駅が、最寄り駅である。また、清水区春日が 二丁目の最寄り駅は桜橋駅である。静岡市統計所静岡市。ありがとうございます。